皆さん、こんにちは。インスパイのこたです。今日もユースリームを使いまして、ネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、インスタグラムのリールについて話をしたいと思うんですが、今結構流行ってますね。えー、インスタグラムリールでですね、今日はですね、その実際に投稿しましょうとか、投稿して、 どういうふうにね、えー、アピールしましょうとかって話ではなくて、インスタグラムのリールを使うことによって動画を撮影し、編集したり加工してですね、 投稿しないで保存する方法ということで話したいと思うんですね。で、ここで撮ったものを後で、例えば YouTube に使うとか動画編集に加工で使うためにその素材としてインスタグラムのリールを使ってえ動画を撮ろうということでちょっとお話をしたいなっていうふうに思うんですけど、え、早速ですが、まずこちらの画面で説明していきたいと思うんですけど、えご覧ください。どうぞ。 はい。えー、まずですね、ちょっと簡単に説明しますと、えー、インスタグラム開きましたら、画面、 下の中央にありますですね、マークをタップしてもらうとですね、ど真ん中の部分ですね、えー、そうすると画面が出てきます。で、えー、普通はですね、ここの画面の中で、実際に誰かがもうね、動いたりしてるようなものが出てくるんだけど、ここの右上のとこにあります、えー、カメラのマークですね、えー、押していただくと、実際に自分が投稿する画面の方に行きますので、まずそこに進んでいただきたいと思うんですけど、えー、そうしましたら、今度はですね、えー、ここで、えー、左にあります赤枠のとこで、いろいろ選ぶことができます。 ま,まず1つ目、ですね音楽ですね、BGM として、まあ、日本の曲でも行楽でもいいんですけど、選ぶことができます、で長さということで、まあ、30秒と15秒です、ね、の動画をです、ね、選ぶことができます、速度はあの1倍速というものと、あと速い、ね、2倍速みたいなものから、遅いもの、0.5倍速とか0.3倍速みたいなものとかを選ぶことができます。 で、エフェクトっていうのは、まあ、ストーリーズと同じですね。そのいろんなこう加工ができるというものなんですけど、いろんなね、えー、なんかこう、キラキラしたりとかね、えー、なんかハート浮かんだりとかね、えー、こういうものができます。で、タッチアップっていうものは、ちょっとこう言葉がね、これ分かりづらいなと思うんですけど、実際こうメモリをこうやってやることにですね、明るさを調整することができると。まあ、クライドが撮ってる時に明るくしたりすることができるっていうものですね。 タイマーというものは、まあ、そのタイマーとして3秒、10秒設定してカウントダウンが始まって撮るっていうものでもあるんだけど、それプラスですね、一つの動画を撮っていくときに、こう、区切ってですね、えー、撮っていくことができるんですけど、その区切って撮っていくときに、まあ、5秒ずつ区切って,って撮っていくみたいなことにも使えます。そして今、ここには見えてないんですけど、一つ目を撮ると、えー、例えばですね、同じ自分がいる場所のとこで、 今度は服を着替えたりして、もう一回そこで撮るとですね、一瞬で服を着替えたみたいなような動画が撮れるので、うっすらですね、今撮ったところの映像が映っているところに自分を合わせて、そこで 2, 2つ目を撮ると、位置を合わせてですね、撮るということができるっていうのは位置合わせってやつなんですね。その機能っていうのが、2個撮っていくときには2個目のところにね、その絵が出たりします。というのがありますね。そして上にありますようにですね、今度2番目のところですけど、 文字を書いたり、手書きを書いたり、右から説明してます。文字書いたり、手書きを書いたり、スタンプを貼ったりですね。これストレス一緒ですね。マイクをオンにしたり、オフにしたり、音を消したりですね。BGM 入れるから音を消したりということですね。次の BGM 入れたりすることができるんですけど、その横にあります下向きの矢印ですね。これを押していただければ、動画を保存することができるので、保存して実際にですね、 他のところで加工しして使いいましょうっていうことですでここをですね、加工した後で次のシェアに進んでしまうと、もうここの画面からは保存ができないので、まあ、注意してください。ここから保存する場合はですね、まあ、この左上のですね始まった時に出てくる、ここですね、左上のとこで、リール投稿を進んでいくと、ここにですね、リール動画をデバイスに保存っていうのがありますので、これにしていただければですね、投稿した時点で、 デバイスにも自動的に保存されるっていうことができますので、まあ、この設定にしておくといいんじゃないかなというふうに思います。いつものように YouTube のメンバーシップにこの先の動画を公開していきたいと思ってますので、実際のやり方とかですね、使い方について知りたいという方は、ぜひこの動画の下のリンクの方から、YouTube メンバーシップの月額190円から学べますデイリー会員の方に入っていただければですね、見ることができますので、よかったら申し込んでみてください。では早速なんですが、実際画面を 取りながらですね、説明していきたいと思います。まずはこちらの方からご覧ください。どうぞ。